野生さん、今回はね、U。U ですね。U の字。本来なら Y なんですけども、何の Y かっていうと、YouTube なんですよ。ね、YouTube だから、u でいいでしょう。これはね、何かっていうと、Google 検索をするのか、それとも YouTube 検索をするのかによって検索結果が全く変わるってことなんですよ。特に今回のは、歯医者、補助金とかで検索すると YouTube で、多分一発で出てくると思うんですよ。 グーグルで検索すると何やかんや分かんないものが出てくるんで難しいかなと思います。というのがねうんやっぱりこう YouTube 検索っていうのは、Google、検索の切り抜き版だと思うんですよだからすぐに検索結果にたどり着きたいんだったら YouTube でまとめを見ることですよね。 膨大なデータを5分とか10分で喋ってくださっている方の YouTube に行って、そして YouTube を見ると、その方がね、詳しくはこちらをどうぞっていう感じで、初めて Google のリンク先があるんですよ。もしくは、その公式サイトのリンク先がね。だから詳しくはこちらへどうぞ、動画概要欄へってことは詳しくないんですよ。動画で喋ってることは、要点だけなんですよね。まあですんで、Google で検索するのか、YouTube で検索するのか、 まあ本当にそういうふうに使い分けていくといいんじゃないかなと私の場合 YouTube で検索してさらに詳しく知りたい場合は YouTube の方が喋っているリンク先に行ってあれこれと知識を深めていく情報を広げていくっていうことになりますかね。はい、じゃあ YouTube の「U」の字もしくは「Y」の字でいってみましょう。